ものすごく乱闘が増えたんですね。スライダーのピッチャーは通じないという、ね、通じないフォークボールを投げてはいけないという日本の野球が向こうではできないんですよね。そうか、回転が悪いんだと思います。だって伸びるんだもん。じゃあ今日は江川さんに来てもらいました。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はね、まず一つ聞きたいのは、はい、メジャーで、まあ、成功するか、はい、あるいはそのうまくいかないかっていうね、まあ、今はもうメジャー志向がすごいじゃないですか。うん、で、まあ、大谷君みたいに、まあ、もっと前で言うとイチローみたいに、はい、メジャーでもすごい成績を残してる日本人プレーヤーもいれば、うん、はい、こっちですごい、まあ、トップクラスの選手なのに、うん、まあ、まあ、秋山君のようにね、うん、まあ、うまくいかなかったりして帰ってくる、うん、はい、でそういう選手も出てきてる、はい、だからその辺のね、まあ、江川なりの、はい、こういうタイプが成功する、あるいはこういうタイプはちょっと難しいっていうのね、はい、ものがあれば、ピッチャーは僕も割と喋ってもいいと思います。ピッチャーお願いします。バッターはバッターさんがやっていただくといいかなというふうに思いますけど、はいはい、まずピッチャーで言うとですね、基礎になる、基礎編ですね。基礎になるものが、うん、日本のストライクゾーンっていうのは、うん、非常にこうきっちりしてて、はいはいはい、まあ、アンパイアによって好き嫌いはもちろんありますけど、あ、まあまあね、ありますけども、ね、基本的にはインコースもアウトコースも平均的に、はい、まあ、ストライクゾーンは両方取るという、まあ、本当にきっちりと取ってくれるって感じですね。非常にどっちでも取ってくれるっていうのがあるんですけど、はいはい、メジャーの場合は、うん、やっぱり中南米からすごく人が来るようになってから、はいはいはい、そういうことになったんですけど、はい、ものすごく乱闘が増えたんですね。コントロールのいい人っていうのはあんまりいなくて、はい、いない割に球が速い。球速いもんね。ええ、はい、だからどうしても、まあ、バッターのそばに投げてしまうと、うんうん、まあ、コントロールがあんまり良くないので当たってしまうっていうことがよくあったんですよ、はいはいはい、20年ぐらい前ですかね、それで、まあ、全体で協議をして、うん、ストライクゾーンをバッターの少し外側にずらした方がそれが起きづらいんじゃないかっていうのは多分協議があったと思うんですよ。なるほどね。僕らも国際大会で、はい、やっぱキューバ行ったり、台湾韓国行きましたけど、はい、やっぱりね、外が広い。あ、そうですね。全体に外が広い。やっぱり一個一個半っていう、ね、その分、インサイドはちょっと、あれボールかっていうぐらい、ありますよね。そうなんですよ。それはまあ実感されたっていうので、うんうん、多分それが正しい、答えなんだと思いますけど、したがって、横に、うん、外側ですよね、はい、バッターの外側にストライクゾーンが広くなったっていう現象があるので、はいはい、そのバッターは、うん、感覚として真ん中から外へのボールを全部狙えるようになったんですね。あ、そうだね、はい、そうすると大谷君のようにものすごいスライ、まあ、ダルビッシュと大谷君のようにものすごい曲がるものね、2人はあれだけ曲がればスライダーを使えるんですけど、はい、日本でその、まあ、スライダーが曲がりますよっていう感じの人で、うん、はい、メジャーに行った場合はスライダーのピッチャーは通じないっていうことですよね。みんなそのタイミングで待ってる、はい、そういうボールを、はい、あ、そういうことですね。となれば、はい、そのスライダーという、まあ、うん、日本ではまあ通用するけれども、はい、なんで通用するかというとインコースのストライダーから、あ、そうそう、こっちもストライダー、はい、ストライダーなので、ね、こっちを意識しながらスライダーを見るのと、はい、スライダーだけ待ってる人とは違うので外タイミングで待ってるんだよね、みんなね、はい、あ、そういうことですね。だからそれは無理になっちゃったので、うん、じゃあ通用する人どういう人かっていうと、うん、縦の変化になるんですよね。そうかってなると、まあ、落ちるフォークボールか、はい、チェンジアップも効くの、そうですね、チェンジアップフォークボールっていうのを、うん、主体で投げるピッチャーが全員成功していくと、うん、はいはいはい、なりますよね。あれ、なんかメジャーってあんまりフォークを投げる人が少ないっていう話を聞いたことがあるんだけど、はい、もう40年ぐらい前に、うん、アメリカの日米野球があった時に、うん、メジャーのピッチャーとして話をしたんですけど、うん、日本人はよくフォークを投げる、投げるでしょ。で、まあ、科学的にその科学者がですね、うん、日本の野球を見た時に、うん、アメリカの科学者が、うん、そのボールがこうかかっていって最後フォーク抜くわけですよ、はいはいはい、その抜いた時の肘にかかる負担、うん、これが非常に大きいので、大きい、アメリカではそのフォークボールを投げてはいけないという話が出ている。そういうふうになった。40年前ですね。したがって我々はそのかからないで沈んでいく、うん、当時の SFL ってやつですね。スプリットファースト、フィンガーファーストボールですね。フィンガーファーストボール。スプリットフィンガーファーストボール。あれ、我々の頃の、はい、西部野球の大学の。我々が言ってたんです。いやね。はい。40年前に。投げてましたね。はい。彼らがそのちょっとシーズンボール投げてた。誰だったっけ、スコットだったっけ、何だったかな。はい。
ね、すごいピッチャーでしたね、はい、その人たちがだから投げてたのはフォークじゃなくてスプリットファーストフィンガーかかるかかりながら落ちるっていうスプリットファーストフィンガーただ幅は低い、少ないんですよ。そうですね、はい、その分球はちょっと速い、速くてスッと落ちる、はいはいはい、それを当時から今で言うとからツーシームなんですよね、うん、そうか今は通信ちょっとこっち系ですけどね、はい、ああなるほどね、そういうのはもう40年前から彼らは言っちゃう、ね、それの方が負担があんまり来ないと来ないと、それは投げてもいいということになって、うんうん、それを多投してるピッチャーが多いんですよ ね、 なるほどね、あそういう理由でだからこのじゃあ日本の選手って、はい、まあでも落ちる球はね、うん、投げるの得意な人多いけども多いですよね、この人たちはやっぱり成功するんじゃないですか、はいと思うんですよね、うん、もう普通に考えると私は考えるんですよ、思います考えるんですけど、うん、スピード感っていうのは、うん、その日本の野球の細かさっていうのは世界一なんですけど、うん、スピード感っていうのは体力的に僕は身長とかスピード感がまあ田尾さんもご存知だけど5キロぐらい違うじゃないですか、いやもう体験してますから ね、 ね、あの速い速いですね、球が速くてコントロール悪いっていう人がいっぱいいるんですよ、そうですね、そうすると日本よりも平均的に5キロぐらい球が速いので、はいはい、そのストレートを日本でちょっと速いって言われてる人は、うん、まあ僕らもそうですけど、はい、彼らと話した時に、僕は95マイルって言われたんですよ、当時、はい、あの当時ね、90マイルだと145キロですよね、うんうん、まあ150キロ越してると195マイルって言われたんですけ ど、 ど、はい、その人たちはまあ普通に速いねっていう、そのビックスの速いそのスピードで、はい、という表現を彼らがしてて、はいはいはい、日本のピッチャーがそのフォークボールが多投できる人でも、うん、ストライクカウントを動かすためにどうしてもまっすぐになるわけですよ、ね、あ、なるほどね、はい、そうするとそれはすごくこう内頃のボールになってしまうので、あ、どうしてもそれを投げるとカンって向こうは行かれる、日本は待つ野球ですけど、ね、向こうは打つ野球、とにかく初球から初球から打ちますから、ね、うん、だからまっすぐ来たら全部振ってくるんですよ、打ってきますね、そうすると打たれるので、うん、日本から落ちるボールを持って向こうに行った人は何をするかっていうと、うん、必ず初球からフォーク投げるんですよ、打たれないために、なるほど、そうするとみんな日本でいるよりも5割増し方向投げてたんですよ、割合が多くなっちゃう、多くなっちゃう、 ね、それでみんな痛めて帰ってくるんですね、そうか、痛めになっちゃうっていう仕組みだと僕は思ってるんです、あ、そういうふうにね、はい、うん、なるほど、だからそのフォーク以外で、はい、ストライク取れるボールがなかなかない、はい、ないっていうか、まあ打たれないでストライクが取れるボール、そうですね、これがあんまり見つからない、問題はだからそのインコースのボールを取らないので、取らないもんね、インコースとかアウトコースにコントロール投げていて、フォークボールっていう日本の野球が向こうではできないんですよね、そうか、インコースいくら投げていいと思うんだけどボールだから、ボールね、そうすると外側のスライダーだともうそれはスライダーばっかりになったんですよ、まっすぐスライダーしか待ってないから、そうだね、あれ大谷投手でも、はい、何度もこんなえっていうゲームありますよねあれがボールっていうのね、ありますよね、うん、ありましたよ、もうストライクゾーン入っててかかっててもみんなボールですから、ね、でもあれは変わらないのかな、変わらないと思いますね、その要するに非常な乱闘が毎試合行われてて多分それは絶対協議したはずなのでそっかゲームにならないですから、はい、なるほどね、でもね、うん、あのその40年ほど前のはい、あの国際大会 の、 あのストライクゾーンと比べるとね、はい、今の方が少しインサイドも取れるよ、取ってくれるようになってるような気がする、あのいくらか世界大会ってのはやっぱり、はい、あの起こってるんで合わせてくれてるのかな、はい、少しそのインコースのボールも取らないと、はい、そのあんまり寄ってしまうと、はい、そうならない、ならない、世界大会になりませんからですよね、ただ少し若干少し昔に比べると少し戻ってくるって感じはありますね、ね、あのもう僕はね実際やってて、はい、もう見るからにこの審判向こうひいきしてるなっていうねありましたか、 そういうなのしょっちゅうあるんですよね、それでねこんな審判にやられたらこうたまったんじゃないなっていうね、うん、ゲームが何度もありましたよ、うんうん、まああれはちょっと本当にひいきしてたのかなと思うんだけど、うん、まあ、どっちにしてもとにかく外寄りですよね、そうですね、ええ、それがあの WBC で2回連続優勝して、うん、世界が日本の野球って認めて、はい、認めてくれたんだ、それから日本の野球っていうのも、うん、あ、なるほど、コントロールちゃんとよく投げたものは取るんだっていうことになって少しこう修正されてるっていう感じはありますね、そういうことですね、はい、あ、ちょっと非常に分かりやすかったですね、あ、そうですか、分かりやすかった、はい、まあ、バッター目線で言うとね、はい、僕らは、まあ、あの国際大会でやっぱり活躍してもらう一つポイントは逆方向に大きいの打てるバッターなんです、うん、今言われたように、はい、インサイド勝負しないんですよ、しないですね、ね、はいはい、で勝負外なんですよね、はいはいはい、だ外の球をちょこんって、うん、シングルヒット打ってたら、うん、
これやっぱり2本3本ヒットがいるんですよね。でやっぱり球は速いし、やっぱ打ちづらいボールを投げてくるんで、そういうピッチャーに連打ってなかなかできない。なるほど、はい、そうなると長打を打てる、それも逆方向に、そういうバッターでないと、まあ、本当の戦力にならないんですよ。だからその逆方向に長打を打つか、あるいはもう塁に出てかき回してくれるか、このどっちかが必要なんですよ、はいはい、だからそれができる人が、まあ、ジャパンのメンバーになるっていう、なるほど、はい、そういう印象が非常に強かったんですよ、はい、だから秋山君なんかは非常にいい選手で、日本だともう三拍子揃っていうことなんですけど、少し流して大きなのってのはないし、ないんですよね、まあ、やっぱり好、はい、打者ですよ ね、うん、だからそれがメジャー行くとなかなかそういうことが成功しなかったって今言った理由に、そういうことですね、やっぱりつながってますね、はい、バッターとピッチャー、はい、あじゃあこれから、あまあ今また千賀とか、はい、山崎矢崎とか、はいはい、この辺はどうですか。まあ代表的には千賀さんなんですけど、千賀さんはまあ、フォークボールっていうのは、割と数多く投げても大丈夫なんで、大丈夫ですかね。大丈夫なんで、野茂さんも大丈夫だったじゃないですか、強かった。野茂投手ね、野茂さんも大成功しましたよね、はいはいはい、この人のやったりしましたから、やりましたね、2回やったかな、はい、なんで、だからそういうタイプは千賀さんなんかは僕は通用すると思います。通用する、はい、山崎はどうですか、横浜の。山崎君は一番難しいのはコースでストライク取ってくるんですよね、最初。あアウトコースとかインコースもギリギリでストライク取ってフォーク投げるんですよ。これギリギリを取ってくれるかどうかっていうのはすごく難しいです。なるほど、ね、これでカウント稼がないとですね、これ片っぽのボールを、例えばインサイドのボール、ボールって言われた時にストライク取るボールがないんですよ。なるほど、そうすると最初からフォークになっちゃうんで、そうか、そうするとやっぱりちょっと厳しくなってくる。そこのちょっとところがどう出るかなっていうのはちょっとこう、ね、スピードボール、まあファーストボールね、はい、ファーストボールで向こうで通用するファーストボールっていうと大体何キロぐらいが必要なの。やっぱり150超えるってことなんですね。150は超えないですね、140キロだとそんな速くないってことですね。ダメですね、もう今ね。でも古田さんなんかは最近いろんな 見られた意見で、はい、拝見してますけど、はい、そんなに速度の違いはないっていうことを言ってますね。そうなると何なんだろうな。でもなんか打った時にすごく重さを感じたりね、重さはありますよね。あるんですよ多分ね、速くなくても、回転が悪いんだと思います。回転が悪いって言っちゃうと失礼になっちゃうんだけど、江川さんはこの回転数がめちゃくちゃ速い、多い。我々ちょっと綺麗にこう回そうとするんですけど、だから揚力っていうのがね、生じて浮いたように見えるっていうね、そういうボールなんですけど、向こうの人はできるだけ回転をあまり与えないで下にボールが向いていくっていう感じがしますので、だからストレートって言うとあんまり喜ばないそうですよね。あれそうだと思います。ファーストボールって言わないと。そうだと思います。うん、だからそのファーストボールは下向いていく回転を与えて上にボール上がらないようになりますので、だから回転はすごい悪いんです。ねえ。まあ、我々だから言うと回転が悪いっていう。我々は綺麗な回転で投げろっていうような言われたんで。ねえ、本に言われてやってきたけども。だから時代の ストレートボールっていうのよりもそのファーストボールですね。はいはい、ファーストボールの定義というのはもう変わってて、我々はこの上にできるだけ回転させてバッターを空振りさせるという考え方ですけど、彼らはできるだけ下に回転を多くして、まあゴロでラウンドボール、長打を打たれないため、ね、ラウンドボール、内野ゴロを打たせるっていうふうに変わってきてるっていう、そういうことですね、ことですね。でもこの前僕テレビ見てたら、はい、今まで慣れ親しんだ曲じゃないところで、いや、そんなことないですよ。いやいやいや、それで、はい、江川投手の回転数、はい、これがすごいんだって話をね、はい、ずっと見てたんですよ。やっていただきましたので、はい、ありがたい話で、あの時に大谷投手らよりもまだ回転数が多い、うん、これはやっぱりすごいな。やっぱり僕らね、やっぱり対戦したピッチャーなんで、はいはい、そうやってね、やっぱ江川投手のすごさ、これをですね、改めて言ってくれて、すごい僕らは嬉しくなるんですよね。ね、当時はなんで空振りするんだって言われてたんですよ。いやいや、だって伸びるんだもんみたいなね。大変でしたよね。それは伸びてくんだからね、うん、だからその速いからタイミングが遅れるっていうピッチャーは僕いないんですよ。だタイミング合わすのは僕自信があるんだけど、うん、だけど思ったとこじゃないとこ来てんだ、ね、それがまあ立証されてるんで、当時一緒に良かったですよ。ご一緒してやっていただいた方にもすごく良かったなと思います、ね、いや良かったと思いますよ。なんで打てないのかなっていうね。なんでその浮いてくるって言ったって浮くわけないんだから当たるだろうって言われて、そう言われたけども、実際こう科学的にも、ね、そうやってある程度証明していただいたので、はい、ありがたいなと思いますね、はい、
となるともう一つバッター、はい、バッターでは今度、吉田正尚、はい、オリックスね、はい、それと、まあ、近い将来、ヤクルトの村上、はい、もう行くでしょう、はい、彼らはどう思います、はい、さっきこれ関連してるんですけど、はい、ファーストボールですね、はい、これが全部下の回転を向いてボールが来ましたので、うん、絶対バッターはどういうふうになるかというとアッパースイングになってるんですね、はいはいはい、メジャーみんなアッパースイング、そうですね、我々の時代はアッパースイングダメって言われたんですけど、レベルスイングがいいって言われましたね、僕は人の話聞かなかったからよかったで下からこうどうしても、はい、あのボールが下に向いてきますから、うん、どうしても下からスイングしても足が当たらないんですね、はい、上げてからいけないんで、はい、そう下からあのスイングをしてくるので、そういうスイングの人じゃないと向こうのボールに合わない、で吉田君なんかはどっちかというとレベルで、はい、スイングしますので、そう彼のはもうバッティング、まあ、バッター目線で言うとラケットで打ってる感覚なんですよ、はいはいはい、だこうしてこうしてないんですよ、うん、もうこの面で、うん、ポーンと返していく、はいはい、そういうバッティングをしてるんで、いろんなボールに多分対応できると思うんですよね、そうですね、うん、であと問題は彼はボール1球ですあの狙ってるじゃないですか、はいはい、投げるピッチャーの1球だけのシットを狙ってる、はい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 、待ちますよね、待つ、で必ず向こう行ったら必ず言われますよね、待たないで打てと、もうポンポンいけと、はいはいはい、言われるでしょうね、うん、まあ、彼はまた三振がすごい少ないんです、うん、だから、まあ、追い込まれてもなかなか空振りしないっていうのもね、はい、一つの彼の、まあ、特徴なんだけど、うん、外野手は何人か成功してますけど、うん、まあ、内野手はほとんどね、うん、難しいですよね、これは難しいところでね、うん、だからまあ今回の、まあ、まあ吉田君は外野ですけども、うん、村上、うん、選手は今サードやってます、はい、彼が内野でもしやるとしたらもうチームの上のバッターでないと守らせてもらえないでしょ、そうですね、あのただあのメジャー今思考を見てると、うん、あの我々がメジャーとやった時から比べると守備はうまくないじゃないですか、はいはい、あやっぱりあの30球団にあって、はい、ちょっとこう薄まった感じがしますよね、それプラス、ね、一番の大事なことは打つってことなんですよ、打つか打たないといけない、守るっていうのは、はい、要するに中南米の人たちが入ってきて、英語とスペイン語ですから、スペイン語ですね、合わないですね、言葉が。だからチームプレーっていうピックオフプレーがなくなって、ゼロになりました、ゼロ。あ、そういうこと、はい。我々ドジャースとか言ってピックオフ習ったんですけど、ドジャース戦法とか習ったんですけど、ね、今はショートが入って、セカンドが引いて、セカショートが入ってタッチするのチーム見ないじゃん、あ、こういうことはしない。やらないですね。駆け引きはなし。ないし。だから守備の上手いというのは、時々もちろん上手い人、個人的には上手い人いますけど、はいはい、あのそういうピックオフプレーみたいなこういうプレーがなくなったので、野手は日本でそれでも上手くても向こう行って求められないっていうのが求められないですね、と思いますね、そうか、彼ら2人とも逆方向に大きいのも打てるから、はい、ね、十分いけると思いますよ、そうですよね、はい、でフォアボールも多くなるんじゃないかと思います、打たないからストライクゾーンしか、あ、そうか、なんかそうか、そういうことですね、はいはい、ああ向こうはもう端からボール気味でも打ってくるっていう、ね、そうですね、その怖さもあるんですけどね、はい、ピッチャーからするとね、うん、わかりました。こういうところで、まあ、我々の、はい、見解としては、成功する人、なかなかうまくいかない人の違いがあるということですね。はい、ありがとうございました。